色これも焼けてるぞ。おい、おこっちの玉ねぎもお前これも焼けてる。玉ねぎいらない？お前は肉ばっかり食べて。まあまあまあいいじゃないのお母さん。夏だよ、河原だよ、バーベキューだよ、ピーマンだの玉ねぎだの食べてる場合じゃないよな。お前これお前お父さんじゃなくてソーセージだ。お前じゃ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 、おー熱いから、ふふふしな。おう、もう小学校で九九習ってんのか。そうかそうかそうか。うん。ああ。なるほどね、もう六の段。すごいなお前は。ええ。じゃんじゃん、行く。ああ、分かった分かった。うん。タイロもどんどん食べてな。うん。すいません。すいません。ちょっとイチャつくのやめてもらってもいいですかね。あ、覗きではないですけどね。覗きだったらやめてくれって言いませんもんね。そうじゃなくて、あそこでバーベキューをしてるものなんですけれども、もうちょっと喘ぎ声が聞こえちゃってるんで、はい、小学校の息子もいますし、家族で来てるんですよね。なのでちょっと控えていただけたらなと、はい、いや、わかりますよ。若い2人がね、そのところ構わず燃え上がるというのはわかるんですけどね、みんなの河原みんなの河原ね、お願いします。おい、高城、どんどん食べろよ。一番。お、6の段覚えたの？すごいじゃないか。ただ、次の7の段めちゃくちゃ難しいからな。もうめちゃくちゃ難しい。九九の中で一番難しいんだから。うん。お母さん、じゃんじゃん焼こう。ね、じゃんじゃん焼こうか。え？いや、お父さんは何にも聞こえないけどな。あ、でもあれじゃないか、キツネかな。キツネが鳴いてるんだろう。何言ってんだ高博、キツネはヤンなんて鳴かないぞ。キツネは高音だろ。聞き間違いだよお前。じゃん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 食べよう高博な。じゃんじゃん、もう食べらんない。いや、まだ食べられるよ。お父さんはちょっとキツネ見てくるから。すいません、すいません、すいません、すいません。控えてくれって言ったのに加速してますよね。ね、いや、あなた方のというか、あなたのそのイヤーンとかアンをジュー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 で打ち消すために肉山ほど焼く。高博もう食べらんないよ。ね、いや、最悪イチャつくなとは言わない。喘ぎ声ちょっと狐に寄せてもらっていいですか。いや、こっちの事情があるんですよね。こうみたいな感じで。すみませんけど。お願いしますよ。おいおい、箸止まってるじゃないか。どうしたどうしたらいいの。なあ、食べよう。なんか狐はもう少し狐らしく鳴くなんて。あ、大丈夫だよ。もうすぐ国語で金狐っていうのやるから、お前その時お前自慢できるぞ。キツネの鳴き声聞いたことあるって言って、おっとっとゴンが鳴き出した。お母さんちょっともうちょっとね、ジュージューしよう、ジュージュー、もう肉ない。ああそう、いやでもね、あれだ、バーベキューっていうのはやっぱり最高だよ。お母さん、そうだよ大広。
なんかあのね、七七四十行くみたいなね、わかんないけど。ああ、みたいな。ちょっとあのすいた皮で冷やしてあるからね、一人で取りに行ってきてね。ああ行こう行こう、おいおい、行ってらっしゃい。落ち着いちゃった？もうゆっくりしたい。